ハケットロバートレオ・ボビー・ハケットは、アイルランド系アメリカ人のジャズ・トランペット、コルネット、ギター奏者、グレン・ミラーやベニー・グッドマンのバンドで1930代後半から1940代前半に演奏した。ジャッキー・グリーソンの1950年代のムード音楽のアルバムでの演奏が最も知られる。幼い頃のマイルス・デイビスのアイドルの一人だった。ハケットは、 ロードアイランド州プロビデンスのアイルランド移民の家に生まれた。彼はビックス・バイダーベックのフォロワーだった。ベニー・グッドマンは1938年のカーネギー・ホールコンサートでアイム・カミング・バージニアでのビックスの演奏をハケットに再現させた。1930年代後半にビック・シェーン、バックアップ・オーケストラアンドリュース・シスターズと共演した。 1940年のフレッド・アステアの映画、セカンド・コーラスのサントラで演奏。1939年に芸能プロダクション MCA はビッグバンドを作るようハケットに頼んだ。バンドは失敗し、ハケットには MCA への借金が残った。この借金を返済するためにホレス・ハイトやグレン・ミラーのバンドに参加した。さらに悪いことに、 彼の唇は、科手術後に悪い形になった。グレン・ミラーは彼にミラーバンドのギタリストの仕事を提供した。私がバンドに参加し大金を稼いでいった時、ジャズ批評家たちは、セルアウトしたと私を非難した。批評家は、あなたが成功すると叩きたがると発言している。唇の問題にもかかわらず、まだ時折短いソロを演奏することができ、グレン・ミラーオーケストラの 真珠のネックレスが有名。ルイアームストロングの1947年、タウンホールジャズコンサートへ参加した。1954年に、ABC のバラエティ番組、マーサ・ライトショー、通称、パッカードショールームに出た。ジャッキー・グリーソンの初期のムード音楽のアルバムに、コルネットソリストとして参加。1952年から、グリーソンのキャピトルレコードでのアルバムに参加。 グリーソンの10枚のアルバムはすべてゴールドになった。ハケットの名前は、グリーソンの LP のジャケットに表示されるようになった。このことは、ハケットのキャピトルとの契約につながった。1965年、歌手トニー・ベネットとツアー。1966.1967年、ハケットは欧州ツアーで、ベネットに同行した。1970年代初頭、 デジー・ガレスピーとテレサ・ブリュワーと共演。2012年にロードアイランドミュージック・殿堂に入った。1930年代にボビー・ハケットはエドナ・ハケットと結婚した。二人の子供バーバラとアーニーがいた。アーニーはドラムを演奏するミュージシャンになった。ハケットは1976年61歳で心臓発作により亡くなった。夫婦の住んでいたのは クリニチビレッジとロサンゼルスで夏を過ごしたのはチャタム。二人の孫、四人のひ孫がいた。ありがとうございます。